ちょっと元気復帰の挨拶しようかなはい、橋本浩二みたいにあいつ抜けがけ復帰したんでちょっとマジで今日一緒に来ようって言ってたのに。はい、レンズ見てください。はい、行きます。お願いします。もう一回行きます。はい、にっこり。よろしいですか、ゆうとさん。行きますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。勝ってしまった。竹岡ゆうと勝利。最初はグー、じゃんけんぽい。おー、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、人数ですが、なんと今回のキーホルダーは竹岡さんの、ゆうとさんの就職先に。最初はグー、ジャンケンポイ。皆さん、ただいま、今回はこういった機会を設けてくれた、フロンターレに本当に感謝したいと思います。僕自身このフロンターレで、守備で、スタジアムを沸かす人間になるなんて思ってなかったので、本当に今思い返してもすごく素晴らしい思い出です。少しこれからの話をしたいのですが、僕自身、一般企業に勤めてます。その企業は、僕自身膝を4回手術していることもあって、セルソース株式会社という再生医療の会社です。たくさんの人々の、手助けになりたいと思ってその会社に入りました。形はまた変わるかもしれませんが、皆さんにも少しでも手助けすればと思うので、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。